ました。はい。はい、急遽。急遽。急遽私呼び出されましたけど。もうね、はい、急に追加カード。カード変更で追加カード。急遽決まりました。AJ マッキーが、ね、感染症だね。ああ、結局あれ多分あれですよね。放火試験ですよね。うん、画像を見ると。あの穴2つポコポコって開いて、あれね、あそこまで行っちゃったらもうね、あれなんですよ、足痛くて動かせないみたいな、うん、そうだよね、止まってても尋常じゃないぐらい痛いんで、でまあギリギリまで頑張ったんだけど、まあちょっと無理だということで、代替選手でまさかの、サトシ選手が出てくると、うん、で、まあ今回サトシで、まあ、急オファーだから減量も厳しいので、うんうん、73キロのキャッチウェイト。あ、そうなんだ。そう。え、それはどうなってんの？だから、その73キロのキャッチウェイトにするから、他の選手に許可を取った。あ、そういうこと？そうそうそう。で、許可を取ったらしいよ。みんな、じゃあ俺ら71だけど、みあ70だけど、このこいつらはいいよって。今回のこの試合だけは73キロで、トーナメントの1回戦として認めましょうっていうこと。なかなか大変でしたね。なかなかですよ。もちろん、榊原代表が最初に、まあ、大体選手として候補で、うちとしてはサトシ選手っていうか、もうサトシ選手以外いないよっていう話でプッシュしたっていう話で、はい、まあすごい、まあ当たり前じゃないよっていうことをみんなちょっと、そうね、これ見る人はちょっとだいぶいろんな人の決断が ねあってね、重い決断と、そう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 、あれがあって、いや本当すごいよ、運営努力、素晴らしい、お客さんのことを考えたらね、本当ベストでしょう、はい、っていうところで、いいやつですよ、ね、今日そう、お邪魔してるジムがね、そう、あのね、リットジム東京って四谷三丁目駅近すぐなんですけど、はい、キックボクシングフィットネス、まあ、パーソナルジム兼キックボクシングフィットネスジムみたいな感じでありまして、ほんと出来たてで綺麗なジムで、新しい匂いがする、はあ、あの僕のトレーナーの宮川、同級生でもある宮川がここ最近独立しましてオープンしたジムなんで、すごいアクセスいいし、ほんと綺麗なジムなんで、女性の方ももちろんだしね、格闘技好きな方どん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 来てもらえれば、で俺も結構ちょくちょくいるんで、俺に会いに来てもらえたら全部漢字のジムで撮影してます、はいはい、そう、急遽呼び出されて、急遽お願いして、ね、急遽場所を貸してくれたっていうね、そうそう、ありがとうございます。どうなんすかね、まあサトシの仕上げ具合っすよね、うん、きっと減量も73といえど、うん、結構ギリギリにこう無理やり合わせてきてると思うし、体重を、うん、で1週間前はでしょ、ほんで無理な減量してると思うんで、そうだね、やっぱ心配なのはスタミナっすよね、うん、結局まあだから佐藤選手も通常の普段の体重を知らないから、どれぐらいの効果、いやでかいと思うよ、80超えてると思う、優に、そうだからスタミナがとても心配だから、うん、多分1ラウンドからガッてくると思うんですよ、まあいつもの話なのかもしれないですけど、佐藤選手は決めに、うん、1ラウンドから決めに来るっていう、なお今回の状況を見ると、なおいつもよりプレッシャーというか、まあ、うん、そうだよね、決めのプレッシャー強く、5ラウンドだよね、しかも、そうですね、いやーって考えたらなおさらだと思う、ね、もう多分減量のさ、きつさとかいろいろ考えたら、もうた、ね、短期決戦だよね、うん、サトシ的にはね、だからもう自分の得意なところもね、対策もクソももう1週間じゃほぼないから、うん、自分の強みを1ラウンドからぶつけて、ね、もう一か八かだと思うんすよ、うん、5ラウンドを綺麗に戦おうなんて無理だと思った、無理だよね、うん、ってなったらやっぱり1ラウンドからプレッシャーかけて、まあ触りに行って、うん、でテイクダウンもしくは引き込んで組の展開にして決め切るっていう作戦だと思う、シンプルに考えて、うん、ただバトリッキーもやっぱりムザエフ戦とか打撃の印象強いけど、うん、でもあの人もともと柔術から始まってるじゃん、まあまあね、で多分ブラックベルトだよね、うん、柔術ね、いやでもね、そのブラックベルトといえどだと思う、やっぱりサトシの寝技は一級品なんで、うん、やっぱ組に行く選択は絶対しないと思うし、うん、バトリッキー
かといってタックル切ればいいって話じゃなくなってくるから、サトシなんか引き込んで下からでもいけちゃうから、うん、触られたら寝技の展開になってしまうことを考えるとね、もうしっかり切り切って打撃に行くでしょうね。それかもう入ってきたところに合わせるっていう作業をパトリッキーもやるしかないですよね。それかもう長期戦、うん、もうあっちは絶対スタミナやっぱりどうしようもないのは分かってるから、うんうん、1ラウンドどうにかしのいで長期戦に持っていくかね、うん、でもその感じで受けたら多分行かれちゃうと思うんですよね、うん、守りに入っちゃうと、うん、あのペースを調整して、そうそうそう、戦える相手じゃないよと、うん、じゃないと。だから理想なんか一番こうイメージとして浮かぶのはやっぱりあのサトシとムサイフのタイトルマッチ、うん、あのパターンが多分サトシにとって一番いい形だよね。パトリッキーってこ腰がグラウンドの展開をあんまり見たことない、あんまりね、もう徹底して切ってボクシングっていう感じっすもんね、そうだよね。どうなそこがどうなるかだよな。いや俺ねなんかサトシ決めちゃう気がしてきたかも。あ本当、うん、なんかその1ラウンドにかける一本槍で全力で来る感じがハマって、うん、スポンって一本取っちゃって、うんうん、ドッカンなりそうな気がしてきた。いやね、それが一番いいけどね、うんうん、そのパトリッキーの戦い方とか感じ見る限り相性が良さそう、うんうん、なんかそんなに瞬発系じゃないじゃないですか、うん、はい、あのムサイフとかと違って、だからなんかあのスピード感で寝技に持っていっちゃえば決めちゃう気がする。そうだね、うん、あとなんかパトリッキーにはなんか AJ バック取られた後ずっとしないでたじゃないですか、うんうん、ああいう器用さを感じられない、うん、そうですね、うん、器用じゃないよねパトリッキーって多分、ね、だからそういうのを考えるとああいう展開になったら意外とワンサイドとかあるのかな、もしかしたらね。いや大胆予想ですよ、あのもうサトシが1ラウンド3分ぐらいでやっぱこうスルスルっと触りに行って相手反応してきてスプロールしに来る、でそのままバックに回ってスタンドバックからそのままチョークか、うん、バックのまま寝技の展開になってなんかいつものあの後ろからの三角って決めると思う俺、うん、うん、そなんか俺も博打しに来ると思う。素人意見だけど三角ではない気がする、うん、バックだと思う、うん、バックには回る展開になると思う、ね、うん、1ラウンド3分28秒バックチョーク、3分28秒、うん、もう最初の5分にかけてくると思う、ね、絶対。まあそうだよな、うん、そんな気はする。いつもの5倍増しぐらいで、それでダメだったら変なし投げちゃうぐらいの感覚で来ると思うから、うん、その時のサトシの多分寝技は止められないんじゃないかなっていうの感覚、うんうん、なるほどね、はい、はい、あとはもうあれですよ、あのこれ全然あの予想でも何でもないんだけどサトシチャンピオン頑張れですよ。まあそうね、我々的にはまあまあ本当あの、うん、この試合が決まった経緯も含めねもうみんな応援してるのは間違いないですしね、そうそうそう、よく受けたって言った本当だよ。でもまあね、やっぱり当然いろんな意見があるわけで、うん、選手の安全性とか考えたら、ね、無理に受ける必要ないんじゃないみたいな話もあるから、まだ選手がやるって言ってそうやるって言ったんだから、そうそうやるって言った以上はね、もう言い訳なしだ、ね、いい子なしだ、うちらはもう応援するしかないよ ね、その覚悟をね、見届けましょう。本当もう1カード増えましたね、ライジンパートに、パトリシオ・ピットブル対鈴木千尋、うん、千尋君の、いや鈴木君としてはチャンスじゃないですか、うん、1週間前といえどあんな世界の1位2位を争うトップレベルのフェザー級のファイト、うん、結果今回70キロですけどね、うん、でもああいうトップ選手と拳交えれるチャンスっていうのは、うん、鈴木君としては、ね、ラッキーだし、そうだ、ね、受けるしかないと思う俺は、うん、これはもうワンサイドゲームでしょ正直。そうね、トータルでねやっぱり、うん、そうなんか一部ではなく、その鈴木選手のあの分回し、うん、あの破壊力の回転力になる打撃ワンチャン当たればみたいな、うん、いやいやいやっていう、もっと破壊力あって回転力あって精度の高い分回し系のやつと
多分今までやってきてるわけじゃないですか。まあやってきてるよ、ね、それそういう選手を倒してきてのその地位だから、うん、そんなね、もちろん鈴木選手超強いと思うよ。そうなんだけど、そんなラッキーはないと思うな、あのレベルで。パトリシオが、うん、もう本当にやっぱトップレベルの選手と絶対負けない戦い方するじゃないですか、うん、ってなった時にも打撃一切使えませんで、打撃ちょっと別にポンってテイクダウンして本当になんか寝かして叩いて決めるみたいな、うん、展開になったらもうお手上げだし、だから殴り合ってくれるお願いしますの上でのその少しの可能性って考えたら、うん、まあ難しいだろうな。どうなんだろうな、どうやって決めるんだろう。フィニッシュはすると思う、うん、やっぱりどうしてもなんだろうね。でもなんかパウンドアウトとか、うん、パウンドアウトとかなのかな、ね、それが一番こう見えるよね、パターンとしては、うん、それかもカウンターでスコアって右もらっちゃうとか、うん、やっぱね、鈴木選手多少ね大振りなとこあるからさ、そこをスコーンで右打ち抜かれる、うん、かもしくはねじりじりじり詰められて、うん、じれたところワンツーでスコーンで打ち抜かれちゃう気がしちゃうな。まあでも本当に頑張ってほしいですいやそれはもちろんそうですよ。これは予想はね、予想で一応ファイターとしてそれはそうですよ、ちゃんとやらなきゃいけないんですけど、それはそうです。一日本人ライジンファイターとしてはやっぱり鈴木選手の男気と頑張ってほしい気持ちはありますし、うん、2ラウンドだな、2ラウンドフィニッシュ KO TKO、まあ、これも鈴木選手ガンガン前に来ると思う、うん、もう捨て身でぶん回して、あのいつだっけ、この前のノックアウトかなの試合みたいな感じで、うん、開始からもうブンブン打ち合いでぶん回してノックアウトでバチッと勝ったんだけど、はい、あの感じで来ると思う、うん、もうあの気持ちも強いし、うん、やるしかないっていう、そう ね, ね気でいるだろうから、1ラウンドからブンブン振り回して飲みに来ると思う、うん、多少慌てるパトリシオが見れたらいいなと思うね、うん、圧力とその爆発力に、うん、おってひよってくれたらちょわんちゃうかもしれないけど、そうだね、そこをうまくさばいてストーンで当てると思うな、うん、そうだね、2ラウンド3分54秒右フック当ててその後このパウンドアウトで TKO です。そんな気がする、そんな気がするなでも知らなかったしな、いや頑張ってほしい、本当に本当だから何でもいいけど失うものはないからね、うん、っていうところで、はい、今回は以上、ありがとうございました、はい、みんなでちょっとあれですね、サトシ選手もそう、ミクル選手も荻窪選手も、うん、伊沢選手もちょっとみんな応援しましょう、ちょっとね盛り上げたいですね、はい、日本人対決以外は、うん、日本人を応援したい、応援したいね、日本人対決はもうどっちを応援していいかわからん、そうですね、違いない PPV はまだまだあの購入できるんでね、ペーパービューはね、それは購入できる、そうそうちゃんと準備して、うん、あの震えて待てって感じで、ね、そうですね、各種 PPV、 なんか宮川君の一言大丈夫ですか、あ、ジムの主ここに、はい、ちゃんとここに収まるロゴ映してくれて、もちろんです、ありがとうございます、はい、なんかありますか、言いたいことあれば、7月20日に新ジムでオープンしたビットジム東京といいます、四谷三丁目から徒歩1分のとこにあるので、1階が松屋、1階松屋のビル3階、はい、来てくれたら嬉しいですね、あのクラスもやってんだよね、クラスもやってます、夜はだいたいクラス、夜と朝クラスで、あとパーソナルレッスン、パーソナルレッスン、はい、どちらでも、あの意外とね教え方上手いって人気なんだよ、何意外とすげえ失礼だこう見えて意外とってなんだよ、ね、教え方はうまいんですよ、ぜひ皆さんチェックしてください、あの概要欄にちゃんとあのホームページあるのかな、あホームページ載せとくんでチェックしてください、ありがとうございます、ということは今日このコーラで、そうです、あの男性も女性もそう、ほんと綺麗なジムだから、ほんと綺麗、女性も多いです、そう多いのにじゃあ女性も多いと、はい、いうところで、はいはい、本日は、リットジム東京からお届けいたしました、緊急でお届けしました。さよなら。はい、ありがとうございました。